はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、大井高原です。さあ本日なんですが、いよいよですね、天拝竜がマスターデュエルに実装されるということで、天拝竜デッキっていうデッキの、強みとか、あとどういうカードがあるのかとか使い方とか、あと、天拝竜の対策ですね、これ全部を解説していこうと思います。ざっくりね、天拝竜デッキの傾向と対策やっていきましょう。まずですね、天拝竜ってどんなデッキですかっていう話なんですけど、あらゆる手札1枚からワンキルが可能でございまして、三元素、パイドラ、開門、元禄、それからチュン、この辺のカード全部から手札1枚からねワンキルができるというね、ぶち壊れテーマとなっております。でですね、杯みちる三元素っていうカード、これ後でしっかりと説明するんですけど、メインフェーズ1の間、フィールドの炎属性ドラゴン族が効果を受けないという耐性を付与するフィールド魔法だと。はい、ハンマド帯域とかもびっくりの、ありえない耐性が付与されまして、これで相手の、妨害モンスターであるとか手札誘発を全て無力化することができるということですね。でさらに、トランセンドドラギオンや、メテオバーストっていうモンスターが一応バトルフィールド中に相手効果発動できないっていう縛りを、付与できるモンスターでございまして、メインフェーズに効果を受けずバトルフェーズに効果発動できないっていう、じゃあ何すればいいのみたいな感じのテーマであるということですね。で、どうやって切り取るかっていうと、このシンクロモンスター8でありえない色の連続攻撃をしています。最終的にはこのトライデントドラギオンっていうね、太古のカードで、6000打点3連打していきます。はい、次期環境ティア1候補と言われておりまして、OCG でもあらゆる大会で優勝報告多数ありますね。しっかり対策しないとほぼワンキルされてしまいますし、シングル戦方式なんですよね、マスターデュエルって。シングル戦方式だと結構、テンパイ量ってやっぱ強いんですよ、 YCSJ とかもそうですし。だからね、流行ると思います、おそらくマスターデュエルでも。でどんなカードがあるかっていう話なんですけど、さっき言ったまず圧倒的初動カードかつ宇宙最強カード、杯みちる三元素、これは OCG では今制限カードになってるんですけども、1番2番3番ありまして、1番目の効果で、メインフェル中にその効果を受けないという体制を付与できると。2番目の効果デッキから天拝竜モンスター1体、選んで手札1枚捨てるということですね。一応コストはいるんですけど、何でもサーチできるんで、パイドラとかチュンとかの1番初動カードも、サーチできますし、あとね、その天拝竜のすごいところってね、ちょっと後でやるんですけど、これ貫通札になるんですよね、全てが。なんかその召喚剣かぶったらどっちかしか出せないとかじゃなくて、なんか結構引いてたらなんか全部出せるみたいな。ちょっとファドラだけ違うけど、パイドラとかチュンドラとかこの元禄って貫通札になり得るんで、これがめちゃくちゃ強いですね。はい、で3番目の効果、バトルフェイ中にこのカードが破壊されるとドラゴン族シンクロモンスターの打点を倍にすると、これでさっき のトライデントラギオンっていうこのモンスターの打点を倍にして、ぶん殴ってくるっていう、そういうことですね。で三元海面、このカードもマジでぶっ壊れてまして、全天拝竜をサーチ可能かつ特殊召喚可能で、後でやるんですけども吐くから持っております。で、このカードはバトルフェイル中に発動すると、どっちも使えます。普通にミンフェイズに打つとどっちかしか使えないんですけども、バトルフェイル中に発動するとどっちも使えますと。でどういう効果持ってるかというと、デッキからレベル4以下の炎属性ドラゴン族を持ってこれるよと。でその後、手札からドラゴン族炎属性を特殊召喚できるよっていう、この持ってきたモンスターじゃないモンスターらしてもいいんで、なんかその引いちゃった使えないこの吐くとか、ハツとか出してもいいし、ポポルス持ってきたらポポルス出せるしみたいな、そんな感じです、めちゃくちゃ強い。でじゃあ下級モンスターたちが何をするかっていう話なんですけども、一応、4種類現在いまして、ハック、チュン、ハツ、それから黄色、この黄色い人も結構強いんですけどね。ちなみに OCG ではこのチュンが一応制限カードになっていて、今マスターディールではちょっとまだ分かんないですね、どういう風な制限になるのか。はい、で、ハクは、これがめちゃくちゃ強い、これ1枚衝動デッキから3件魔法トラップカードを1枚の手札に加えるかセットできると。一応ドロバケアするんだったらセットした方がいいです。で、2番目の効果で、自分のドラゴン族炎属性モンスターの戦闘で発生する自分のダメージがゼロになるよという感じの効果。あ、ちなみに3番目の効果はハク、ハツ、チューンは全部共通で持ってて、自分相手のバトルフェイズ中にアクセルシンクロができるよという感じの効果になってるんですよね。なんで、この効果ちなみに名称指定の対応がついてなくて、なんで出し直したらもう一回使えるんですよ。だからこのカードの効果を使ってバトルフィールド中にシンクロ召喚めっちゃして、ぶん殴ってくるっていう、そんな感じのテーマですね。で、チューンは、こいつがね、一応チューナーなんですよ。
これが弾けないと基本的には展開できないんで、まあ、これを持ってくる効果とかに妨害当てるんだったらね、当てた方がいいんですけど、これが、レベル4のチューナーでございまして、ドラゴン族炎属性がいると手札から特殊召喚ができるっていう超激ゆる特殊召喚条件で、モンスターが、戦闘を行うダメージステップ開始時にチューナーを除くレベル4以下のドラゴン族炎属性を敵から特殊召喚できる。これよく見たら分かる通りね、ダメ捨てなんですよ。効果発動するのが裏ら打てません。うざいですね、非常にうざい。ダメージステップ開始時に、ね、なんかリクルートしてくるカードって結構うざいんだよね。で、3番目の効果で、共通効果となってますね。チュンドラをだからやっぱ出させないように、なんかこううまいこと妨害とか当てていくしかないんですよね。まあもちろん3元素あったらメインフェルチー効果打てないですけどね、実質で。初このカードは、召喚特殊召喚した場合、または、ダメージ開始時に自分の墓地のレベル4以下のドラゴン族炎属性を特殊召喚できる。こいつは一番初老ではありません。ハクとチュンは一番初老で 1K 取れるんですけど、こいつだけはちょっと墓地にモンスターにやっていけないんで、一番初老ではないと。で、2番目の方がこのカードがモンスターの方に放出かけり自分のドラゴン族炎属性を戦闘で破壊される。これが結構強いんですよね。やっぱね、このマージャンモンスターたちって戦闘で攻撃宣言を何回かしないとやっぱその強い動きできなくて、これがね攻撃宣言を手伝ってくれるんですよ。でこれで戦闘ダメージゼロにして、これで戦闘を破壊されないっていう効果が あるんで、自爆特攻を結構たくさんできるってことですね。これで攻撃回数を増やすってことで、この、原力の、テンパイルっていうこのポップレスみたいなね、これ持ってくる泥以外の方法で手段に割ると出せるんだけど、中断扱いで。こいつが、相手自分ターンにリリースすると何でも好きなやつテンパイル出せるよっていうことで、まあ、一応パイドラにもなれるしチュンドラにもなれるということで、まあ、非常に強力なリクルーターとなってますね。で一応だから相手のターンで、こいつ変身できるから、例えばそのマグラムートとかで、サーチしてきといて、あのエンドフェーズにで元禄手札に加わったので出ると、で元禄の効果でリリースして、まあ、パイドラとかチュンドラとかファドラとか出せるんで、なんかその相手のターンから展開するとしたらこいつ結構強いんですよ。なんで、まあ、これ1枚は入れといた方がいいかなっていう感じがしますね。で、このデッキがどうやってキルを取るかという話なんですけども、こいつらの、まあ、カッコ3番の効果とかを、まあ、有効に活用して、シンクロ召喚をしていきます。はい、バイデントドラギオンというモンスターが一応大型シンクロモンスターの中継役となってまして、まあ、こいつもめちゃくちゃ強いんですよね。ドラゴン族中のプラチューナー以外のモンスター1体以上で作れるレベル7のシンクロモンスターでございまして、1番目と2番ありますと。1番目の効果がシンクロ召喚したら自分の墓地から、釣り上げて蘇生するドラゴン族墓地から、だから、例えばヒチューナーのね、パイドラを、特殊召喚してもう一回攻撃しながらパイドラの過去3番の効果をまた使っていくみたいな感じで、まあ、どんどんね、回数を稼いでいくと、バトルする回数を稼いでいくということと、あと3回以上宣言、攻撃宣言された自分の相手のターンに墓地から特殊召喚できるよと。これで大体ぶん殴ってますから3回以上基本的には出てきます墓地から。で、その後フィールドのマジックトラップカードを1枚破壊できるということで、まあ鬱陶しいマジックトラップカードを破壊したら自分のカードを破壊して、ね、盾上げたりとか、そういうこともできますと。で、トライデントドラギオンというエースモンスターの布石であるこのトランセンドドラギオンというモンスターもこれめちゃくちゃ強くてですね、これがレベル10のシンクロモンスターで、ドラゴン族チューナープラスチューナー以外のドラゴン族モンスター1体以上、基本的にはそのバイデッドドラギオンで、これレベル7チューナーなんですよ。これシンクロチューナーなんですよ。これで、ヒチューナーの、まあ、パイドラとかこの辺を釣り上げてでシンクロ召喚できるんですけど、トランセンドをね、だからまあすげえ簡単に出るんですけど、このモンスターはシンクロ召喚した場合フィールドのモンスターを全部攻撃表示にするということになります。はい、お前ら立てと。で立てて強制立たせて切り刺して、でさらにモンスターとに存在すると攻撃可能なモンスターは攻撃しなきゃならないっていう効果あるんで、これで要は立たせて攻撃させるっていうことができるよね。テンパイルって後手ワンキルだけじゃなくて強制攻撃させてワンキルとかもできるんですよ一応。なんで、こいつの1番と2番の効果がめっちゃ噛み合ってるっていうのと、このね相手はバトルフェル中に効果発動できないっていうこの縛りですよね。これがいかれてまして、結局だからそのメインフェル中に効果を受けなくて、でバトルフェル中に効果発動できなかったら終わりなんですよ、流入量が。なんか増殖とかで何枚誘発引いてもあんま意味ないからね、このカードの効果あるから。だからこの2番の効果を適用されちゃうと終わりなんで、だからなんとか展開させないようにするしかないんだけど、あちなみにトランセのドラギオンをメインフレ中に展開してしまえばもう相手何の効果も発動できませんからね、はい、一切。で3番目の効果、
3回以上攻撃宣言された自分相手のターンにこのカード墓地から特殊ができるよ。でその後フィールドのカードを破壊できる。こっちが魔法トラップ破壊しかなかったんですけど、こっちは魔法トラップじゃないカードも破壊できるんで、モンスターとかも破壊できますね。はい、まあ大体6000で殴れるんで、基本的にはまあんまりないですけど、一応なんか打点がめっちゃ高いモンスターとかがいた時に、このカードの効果で破壊してから、なんかトライデントドラギオンで、まあ、めっちゃぶん殴るみたいな。でトライデントドラギオンっていうモンスターが、まあ、大エース2009年のカードなんですけどね、このね、これが今この現代遊戯王においてめっちゃ活躍してってのが面白いんですけど、ドラゴン族シューナープラスシューナー以外のモンスタードラゴン族モンスター1体以上で作れるレベル10のシンクロモンスターでございまして、シンクロ召喚した時に自分のフィールドの他のカードを2枚対象に取ってそのカードを破壊すると。で、通常の攻撃に加えてこの効果で破壊したカードの数だけ、一度のバトル中に攻撃できると、まあ、要は最大3回攻撃で、あの三元素っていうカードが破壊されると打点が倍になるっていう効果があるんで、なんでこのトライデントドラギオンの打点が6000になり、6000で3連打1万8000人何人死んでんだみたいな、普通超綺麗に回るとなんか3万2000ぐらいのダメージが出るんですよね、このデッキ。なんで4人ぐらい死んでます、デュエリストが、あの回ると。でまあじゃあこのデッキまとめると何が強いかって話なんですよ。強い理由は何なのか、これ大事なことなんですけど、まずこれちょっとサンプルレシピ作ってきたんで見てほしいんですけど、あのね、誘発がね死ぬほど入るんですね、このデッキ。サンプルレシピでは一応手札誘発プ18枚プラス一滴3枚っていう感じになってるんですけど、これもっと後手まくり札減らして手札誘発だけにするとかもできますからね。だから1枚初動プラス手札誘発4枚とかの可能なりやすいんですよ、非常に。なんかそのたまに、ね、ランクマとかでやると、なんか全持ち芸人すぎてなんか誘発4枚ぐらい打たれて1枚ショート召喚されて負けるとかあるじゃないですか。でなんでそんな手札あってんだみたいな時あるじゃないですか。あれがめっちゃ起きます、テンパイ竜は。で手札やつ4枚ぐらい投げてきてパイドラ召喚されて終わるっていうのがめっちゃ起きる。で、2番目、手札1枚からワンキルできる。あのね、チューン、ハク、チューン、元禄、開門、三元素、これ全部1枚ショートになってるんですよね、基本的に。だからまあ大体ね、どれかは引くわけですよ。はい、なん でしかもなんか引いたカードが一応貫通弾に回ってきてるからさ、なんでまあ大体ワンキルされるから、なんもなければ。で、3番目、後手型デッキなのに先行渡されても強い。結構ね、後手型デッキってやっぱり先行があんまやることないことが多いじゃないですか。なんか激輪ワンキルとかヌメロとかってさ、先行渡されても何も起きないじゃん。なんですけど、このテンパイリュウっていうデッキはすごくて、先手渡されても天気プラス手札誘発っていう盤面ができるんですけど、これがねマジで強いんだよね。なんか簡単には突破できない。でしかも天球から出てくるモンスターもね、やっぱ例えばファードラとかパイドラとかなんか元禄とか、結構そのなんか耐久できるバトルフェル中にシンクロ召喚できるから、これこいつとかだから、それをまた出てきたモンスターを処理しないと無理だからさ、だから結構大変なんですよ。しかも三元素を貼られてたらメインフェーズ中効果受けねえし、だからこのね、一応そのなんか先行渡されてじゃあ勝ちかと思いきや全然そんなことないっていう、これが強いところかな、このデッキので。4番目、デッキ内の自由枠の多さ、まあ、さっき見ていただいたら分かる通り、その手札誘発とかの その自由枠の半数以上が自由枠だから、デッキ内のだから環境への適応力が高いんですよね、非常に。だから今強い手札誘発を入れればいいし、今強いマクリフトを入れればいいんですよ。はい、まあ、禁じられた人質が弱ければなんかアルティメットスレッドが入れてもいいしさ、なんか何入れてもいいんですよ、正直。マクリフダーなんかめっちゃ缶詰してもいいし、まあ、手札誘発だけにしてもいいし、まあ、非常にね優秀なデッキ枠の自由枠があるということですね。で5番目、杯満ちる三元素強すぎ問題。これ今 OCG だと制限カードなんですけど、これが通っちゃうと何を使っても止められません。もうメインペル中に効果があって意味わかんないじゃないですか。だからまあこれはね、あらかじめ制限した方がいいと思ってるんですけど、 OCG では制限カードになってますね。で6番目、バトルフェーズに効果を使用不可。メインもバトルも効果使うのもやばすぎる。もう対話拒否の以外の何者でもないから。はい、で7番目、シングル戦適性が高い。これはマスターデュエル の使用と非常にそのマッチしてるところで、まあ、サイドチェンジとかないじゃないですか。だからもうあらかじめなんか高校取る前提でデッキ組んでるから、このデッキって構築尖らせやすいんですよね。なんで、まあ、それも強いところではあるかなと。 YCSJ とかだとね、確かねなんか3人に1人とかね、なんかテンパイ量だった気がするよ。ああ、そんぐらい要はこのデッキのシングル戦適性が高いと思ってる人が多いところですかね。はい、でね、
じゃあ天拝龍に勝つためにはどうすればいいかっていう話なわけですよ。はい、これ考えてきました。まずですね、天拝龍を止めるためには三元素、これ通ったら終わりです。通ったら終わりなんで、これを除去するか、まあ、発動させない、これですね。で、一応汎用カードで言うと、まあ、絶対こっち先行取れる前提だと、コズミックサイクロンとかで、まあ、除外するとかね、あと雪うさぎ割るとか、これ起動効果なんで、これフィードマフォーですけど、なんで雪うさぎ発動できるんですけど、これとか、あとはまあリトルナイト出して、まあ、除去するとか、マフージでそもそも発動させないとか、あとサメナヤキム、これも強いんですけど、これ一旦一度の制限ないんで、1000ライフ払うと表側のカード割れるんですけど、まあ、悪夢の効果によってその三元素をなんかひたすら割り続けるっていう動きもできますね。まあ、三元素が一番勝負なんですけど、これ破壊したら相手の勝負ない可能性もありますし、まあ、結構強いかなというところですね。で、まあ、この辺が汎用札 で下の、この辺のカードはね、展開させないようにするカード、展開されたらワンキューされるんですよこのデッキだから展開させないしかないんですよね。で、一応汎用札で言うと、まあ、この辺入って入ってるんですけど、汎用ディメンションだと微妙だな、汎用札って言えないかもしれないけど、一応そのバイデンとドラギオンから蘇生したりとかするからさ、だから一応ハカラとか DD クローとかは効く時があります。まあ言うてね、そのなんか墓地カードは三元素で守れないから結構効く時はあるんだけど、ただ貫通されて普通にワンキルされることもあるから、まあ、一概にはなんかめっちゃ強いとは言えないな、この DD クローハカラも。でディメンションドラクターはかなりキルのするためのハードルが高くなるんで、まあ、これ投げれるデッキだったら投げた方がいいですね。で、まあ、あとはもうすげえ単純にもう特殊が封じるっていうことですね。結界像とかパッキファロとかこういうカードによって封じてしまえばワンキルはできないし、あとルーンによく入ってるなんかその、イコーマジンとかキョムマジンみたいなモンスター効果発動できないとか特殊召喚できないみたいなモンスターですね。これはまあそこそこ強いと思いますね。だからね、OCG の方でも、ルーンは結構ね、テンパイリューに勝てたんですよ。ルーンはテンパイリューに勝てた。んですけど、どうなんだろうね。今、規制が厳しいから、ルーンって、マスターデュエルのね。なんで、それがどうかって感じですね。あと、バグースか。一応、怪盗、テンパイリューの側にも、怪盗一応あるんですけど、なんかその、トガ姫とか出して、展開力で。で、トガ姫から突破してとかはできるんですけど、まあ、ちょっとハード高いんで、バグースかもまあまあうざいですね。で、あとは、まあ、永続トラップですよね。永続トラップで縛り上げるっていうのがやっぱ一番強くて、まあ、一応ね、羽暴飛とかライキストとかオーラションできることはあるんだけど、不協和音、シンクロ召喚ができない、超古代生物の墓場、これレベル5以上のモンスターが効果発動できないし、ぶん殴れない。で、次元衝撃、まあ、シンクロ宣言してあげるとシンクロ召喚できない。一応、ちなみにシンクロ召喚制限しても、たまにリンク展開入ってるデッキだと、なんかトガ姫ジーランティスとかされるけどね。テンパイリューもね。で、センサー、バンベッジ、サモンリミッター。まあ、これはドラゴン族は1体しか入れないっていう状態にするし、サモンリミッターに2回しか召喚特殊ができないんで。なんで、まあ、ワンキルは防げるかな。で、能力吸収石とかスキルドレインみたいな効果が無効になる系のカードをぶち込むと、まあ、一応、縛り上げられるっていう感じですね。で、あと、ルンペルトイフェル。ルンペルトイフェル何っていうのがいいのかな、まあ、チュンドラなんかな。でもチュンドラって言ったら結構止まりそうな気がするんで、なんかチュンドラとか言っときゃいいんじゃないですかね、ルンペルトイフェルは。はい、で、これが一応展開させない札になってます。で、他にも一応なんですけど、テンパレデッキの対策あって、ワンキルを防ぐっていう方針ですね。これ、まあ、攻撃されたらワンキルされちゃうんで、ライフカットさせないっていう方針にすることもできるんですよ。例えばクリフォトン、だから2000ライフ払うと、なんかお互いにダメージ、お互い自分だっけ、ダメージゼロになるっていうカードとか、魔木の使者、覇者の一括一括する方向みたいな、あと悲観のご不意みたいな、攻撃できないとか、攻撃宣言ができないとバトルフェーズ入れないみたいな、まあ、ちょっと悲観のご不意はなんかぶっ壊されちゃうからとか、バウンされちゃったりするからなんか微妙だけど、威嚇する方向とか覇者の一括とか魔木の使者とかは割といけるかもしれない。で、あとナイチンゲール聞き流し風潮、戦闘で破壊されなかったりとか、あと効果受けなかったりとか、あとダメージがゼロになったりとか、まあそういう、系のカードを出しておけば一応ワンキルはされないと思う。一時休戦もそうだね。で、意外と強いのはこのバトルフェルチョに効果発動できないっていうネオテンペストとかダークルドみたいなモンスターを出しておくこと。これはね、まあ一応突破はできるんだけど、テンパイ流デッキ使うとなんですけど、この辺を突破するためにリソースを割くとちょっとワンキルへのハードルが高くなるんですよね。綺麗なワンキルルートが通れないんで、なんで、まあ、ネオテンとかダークルード先出ししとくとか、オットアイズとかでもいいけど、あの辺先出ししておくと意外とワンキルはされなかったりするかなっていう感じですね。
で、まあ、ここにも書いたんですけど、ワンキル防いでも天敗の手札誘発に屈するデッキだったら多分微妙です。はい。あの、デッキの半分に言わさんで。なんで、自然に採用できるデッキだったらいいんですけど、その他のデッキだったら攻撃させないよりも展開させないっていう方が大事だと思います。基本的には。はい。ギミックを否定するっていう相手のデッキの。で、まあ、一応、汎用とは言えないけど、対策札を上げておくと、例えばバスブレですよね。ドラゴン族がなんか全部守備になってなんか効果がするみたいな。みたいな効果とか。まあ、言うてね、何展開された上で7シンクロとか普通にされたりとかするから、なんかそこも微妙だけどね。とか一応あのサイレントウォールとか大熱波とか魔法族の里とかイーグルブースターとかいろいろ挙げたんですけど、この辺はなんかね、ネタカードではありますんで、まああんまりその、一応挙げましたけど言うて使えそうにはあんまないから、言うてちょっと話半分に聞いてください。はい。で、テンパイルに勝つためにはじゃあどうすればいいかっていう話だね。結論、はい。まず1番目、相手が後手を取ってくることを想定してテンパイ流に強い先行デッキを使う、まあ、主にはルーンとメタビート、これめっちゃ強いという話ありまして、結構ね神戦とかにも弱いんだよね、あのテンパイって。なんかね召喚権潰し意外と効くんだよ。パイドラ召喚神戦って言われると、一応そのなんかフィールドにいる扱いじゃないから、あの相手の効果を受けないっていう三元素でも守れなくて、だからその神戦とかも強いから、割とメタビートとかも結構強いと思います。結構あとは、まあ、その永続トラップを封印で守るとかね、いう動きもできますからね。これ結構強いかな。で、2番目の方が、対策札を多めに採用すると。まあ、これがやっぱ現実的かな。うん。まあ、ウサギ、コズミックサイクの、マフージ、ディメンションアトラクター、まあ、次元衝撃よりかブンペルとかの方が、なんか割とね、汎用札ではあるかもしれないけど、まあ、ルンペルトフェルとか、あの辺の汎用カードを採用しておくのが割といいかもしれません。で、3番目。これ一番大事ね。自分もテンパリューを使ってプレイングを磨く。あのね、テンパリューミラーって結構後手有利かと思われる方がいらっしゃるかもしれないんですけど、そんなことはないんですね、実は。結構天球プラス誘発が強くてですね、バトルフェーズのシンクロの妨害もあるんで、なんか意外とね、テンパリューは後手取ってきゃいいっていうわけじゃないんですよ。テンパリューミラーだと。なんか意外と先行の方が勝ったりすることもあるんですよね。難しい。だからプレイングを磨くのがこれ一番大事だと思います。はい。僕がちなみに一番苦手な、これやつなんですけど、はい、なんでまずはデッキを組むべきだと思うんで、ぜひね死んだ来たら組んでみてください。ぜひね参考になったよという方はグッドボタンと、チャンネル登録をしていただけると励みになります。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。